ドンパッパは、ジャンケンから派生した遊び。二人で遊ぶ。軍艦ジャンケンと似ているが、違う遊びである。主に西日本で広まっているが、ドンせッせ、ドンチチ、ドンパ、グリーンピースじゃん、グリーンピースと呼ばれている地域もある。全国的には、グリーンピースの名称で遊ばれている。手の構成はジャンケンと同じ。ただし、グーは、グリーン、チョキは、チリン、パーは、 パリンと呼び方が変わる。まずは、ドンパッパの掛け声でじゃんけんを行う。ドンでお互いの右手を打ち合い、パッパで互いの手を2回出し合う。2回目に出した手で勝敗が決まるまでこのじゃいけんを繰り返す。グリーンピースの場合は、グリーンピースの掛け声でじゃんけんを行い、ピースで互いの手を1回出し合う。勝敗が決まるまで繰り返す。名称、地域によっては、 お互いの右手を打つ場合と打たない場合がある。勝った方が先行、負けた方が後攻となる。先行側が、クリーン、チリン、パリにいずれかの手を声を出しながら3回出す。後攻側も先行側のリズムに合わせて、いずれかの手を3回出す。掛け声は、現在の自分の手、現在の自分の手、次の自分の手となる。地域によっては、現在の自分の手、ランダム。 次の自分の手となる場合もある。3連続で同じ手を出しても構わない。次の自分の手でお互いが愛子にならなければ、先行と後行が入れ替わってこの掛け声を繰り返す。愛子になった時、先にドンと言った方が勝ちとなる。地域によってはもう一度やり直したり、相手の番に変わったりしてそのまま続行する場合がある。 地域によってゲーム名や使用する掛け声にはバリエーションが存在する。また、ゲーム名や掛け声がドンパッパと大きく異なると別のゲームとみなされる場合がある。ありがとうございます。